今夜皆さんに出会ってもらう高校生は、小学校中学校と続けてきた野球ではなく、新しい道を選んだ高校生です。その理由とは。木村洋二の高校文化部応援プロジェクト。北海道の高校で活動する文化系の部活動を応援紹介していく番組です。今日は藤井聡太棋聖で北海道でも盛り上がりを見せる将棋に向き合う高校生にお話を伺いましょう。北海道静内高等学校囲碁将棋部2年生の三門博人さんです。博人さん、こんばんは。こんばんは。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。囲碁将棋部っていうのは普段はどんな活動をしているんですか？そうですね、最近は囲碁よりも将棋の方が活発になってきているので、将棋を優先して最近は練習しています。はあ、これは2人で勝負の毎日ではないんでしょう？そうですね、部室に本があるので、うん、そういう詰め将棋とか、はあ、読んだ後で実戦で戦ってって感じです。はあ、藤井聡太棋聖のこう指し方というのはさすがだなとか、そういうなんていうんだろう、こう意見を交換するとかっていうこともあるんでしょ、もちろん。そうですね、部室内で、昨日のスコアすごい手だったねとかいう話をしながら。はあ、さすがにあれもいいけどこういう指し方もあったんじゃないっていうのは藤井聡太棋聖に限ってはないですか？本当にたまにですけど、こっちの方がいいんじゃないかっていう手が出たときはみんな集まってこうしたらどうなるんだっていうふうに話し合いしながら棋譜を見たりします。へー、で将棋っていうのは僕はもう指したりできないんですけど、相手の表情をね、はい、見ることも大事って言われたりしますけど、はいはい、マスクしてるでしょ今みんな。そうですね、まあ、顔とかで結構相手が困ってるのかとか、そういう仕草を見ながら戦ったりもしますけど、でもまあこれも練習の一環として頑張ってます。うん、マスクしてても分かるんですか？そうです、顔以外にも手の動きとか、あとは体が前に傾いてるか後ろに傾いてるかで攻めてくるか守ってくるかっていうのも出てきたりするので、うん、そういうところも見ながらやってます。深いね、面白そうだなこれは、はい、で小学校中学校で野球一生懸命やってたんでしょ？はい、やってました。どうして高校から180度以上違いますよね。そうですね、囲碁将棋部、はい、小さい頃から祖父に将棋を教わっていて、そして小学校中学校野球と一緒に将棋も独学で学んでたんですけど、高校に入って将棋部、囲碁将棋部というものが初めてあるのを知って、それに驚いて入りたいなと思ったのが一つで、もう一つありまして、はい、野球やっぱり身体能力とかがないと上には上がれないっていう限界があるんですけど、もうこれ以上無理なのかなと思ったりするんですけど、将棋は全員が同じ土俵の上で戦えるので、とても公平な試合ができる、一方的な展開がないっていうのがすごい魅力だと思いました。うわ、勝手なこと言うようですけど、はい、両立はできなかったんですか？そうですね、まあ、両立もできたかもしれないんですけど、ただ野球と将棋を両立するのだったらどちらかを切り捨てて一つのものを極めた方がいいのかなと思いました。お見事ですね。でさっきお話に出た、まあ、大好きなおじいちゃんに将棋を教えてもらったと、はい、そうですね、いうことですよね、はい、今でもおじいちゃんと将棋指すことありますか？そうですね、最近はあまり高校生活も忙しいので指す機会はあまりないんですけど、うん、月一で祖父の家に行ったりするので、
その時に一緒に指したりはしてます。あ、月に1回ぐらい。そうですね。あ、どっちが勝つんですか。最近はもうずっと僕が勝っていますね。あ、そう、はい、勝てるんだけど負けちゃおうかなとかっていうのは将棋の世界ではありえないんですか、そういう考え方は。まあ、そうです、負けソフトやったから負けようっていうのは戦ってる相手に失礼なのかなっていうのがあるので、うん、やはり試合というふうに指してるからには全力でぶつかった方が相手のためにもなるし自分のためにもなるのかなと思います。うーん、そしておじいちゃんが何よりも喜んでくれてますよね。そうですね。北海道静内高等学校の囲碁将棋部はこれまで全国大会にも出たことがある伝統ある部なんですよね。そうですね。先輩方が全道に行ったという話は聞いています。そうですよね、はい、で今年はまあコロナウイルスの影響で、ヒロトさんたちの先輩3年生は、はい、まあ、大会に出られないまま引退してしまったんですよね。そうです。とても悲しかったですし、後輩のヒロトさんたちにもらった言葉っていうのはあるんですか。コロナの期間中も練習とかをしてたので、うん、その練習を忘れずに頑張ってほしいって言われました。とはいうものの先輩たちはやっぱり悔しそうでしたか。そうですね。先輩方も悔しそうでしたし、ね、何より今年先輩方たちが全道に出れないっていうのも、うん、とても悲しいです。そうだ、そうね、後輩としてもね、はい、悲しいですね。で9月には新人戦を控えているっていうことなんですけど、コロナがどうなるのかっていうのがやっぱり一番だと思うんですけど、今ね全く見えてこないからね、はい、ただまああるっていうふうに言われたので、うん、それに向けて、うん、そうですね、部活で頑張っていこうと思っています。あ、これも指して練習あるのみなんですか、将棋って。そうですね、指せば指すほどどんどん手が読めてきたりとか、うん、読みが冴えてきたりするので、うん、やればやるほどどんどん上手くなっていくと思います。おーねー、まあひろとさんにその将棋っていうものの深さ、はい、面白さを教えてくれたおじいちゃんですけれども、何か一言今伝えるとしたらどんな言葉になりますかね。小さい頃から教えてくれてありがとうというのと、うん、あとはまあ何よりもずっと応援してくださってたんで本当に感謝しかないですね。あ、今でもやっぱりおじいちゃんって、はい、ひろと君の勝った負けたはねえ大会での結果は気になるんでしょうね。そうですね、大会終わった後もすぐに電話をかけてくれたり。あ、そう、いいおじいちゃんですね。はい、はい、ありがとうございました今夜は、はい、ありがとうございました、はい、はい、失礼します。木村洋二の高校文化部応援プロジェクト、今日は北海道静内高等学校の囲碁将棋部をご紹介しました。ここでお知らせです。 SEB グループ未来財団では文化系の部活動を応援する SEB 高校文化部応援プロジェクトを実施中です。プロジェクトに選ばれた部活にはあったらいいなと思う最高10万円までのご希望の備品が贈られます。応募は9月14日必着です。詳しい応募方法は STB 未来財団で検索してみてください。来週はどんな高校生が登場するのか、来週も文化部応援。